俺のクマは AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、結構ひどいバグっていうのが今横行してるんで、それについてちょっとまとめていって、修正させようかなと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それが、煙つけるバグっすよね。結構最近多いじゃないですか。煙の方が透けてしまうバグって。木つけるのって、致命的だと思うんですよね。隠れるために木出してるのに、隠れることができないっていうですね。もう致命、本当になんか意味ない存在になってしまっていると思うんですが、今自分がドレスの方着ていると思いますが、このドレスも実はですね、透けるんですよね。一回ちょっと木炊きますけれど、炊いて出るじゃないですか。出ても、ドレスの透明の部分、透明の部分で分かっちゃうんですよね、向こう側が。こんな感じで分かっちゃうんで、これ意味ないですもんね。これで分かるんだったらね、丸ばかりですし、結構ドレス系って透明部分だいぶ多いと思うんですよね。範囲が狭いとか、あとはその特定の体勢を取らないといけないとかやったらあれだと思うんですけれど、不正解しよったら分かってしまうような、見た目っていう風になってるわけなんですよね。はい、これって意味ないからですね。ドレスを、現状ですね、実際のその戦闘で、そんな使わないっていう、ちゃんと戦うんだったら使わないっていう風になってるんですけれども、こうなってくると選択肢に上がってくる可能性っていうのが、今後あると思うんですよ。今着てるようなドレスはないですが、ちょっとなんかね、ごまかせるタイプのドレスとか、一部位だけそういう風な仕様になっている服とか、そういうのが出た際っていうのは、透けてしまうっていう。これ僕が着ているドレスだけじゃなくて、ドレス系統で、半透明になってるやつだったりとか、とにかくその半透明の部位は、ほとんど透けるっていう感じになってるんですよね。で、これ今回自分服でやってますけれど、車でもかなり多くの車の方がガラス越しに僕の向こう側が見えてしまうっていう状態になっているんですよ。意味ないんでそれマジで、めちゃくちゃ多くの車がその仕様になっていて、普通にね、まともな戦闘を行いたいと思っている人からするともうなんかめんどくさすぎるような状態っていうのが続いているわけで、これは僕修正した方がいいと思いますね。そういうなんか素材っていうのを見直して、実用性のないものとかやったらいいんですけれど、こういうなんか下がね大きいタイプのドレスとかやったら実用性ができてしまうんで、はい。それはさすがにちょっとダメかなとは思いますんで、修正された方がいいと思いますね。車でも多くの車でまだありますしね。大量種は修正されましたけれど、それ以外の車でめちゃくちゃあるんで、そこら辺を直した方がいいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、スター勲章じゃないんだと、スター勲章じゃないですね。はい。今回ね、限定金券っていう感じになっていて、スター勲章じゃないんだ。スター勲章でも、この間保管された方いらっしゃいましたけれど、基本的にそういう交換系アイテムって引き継がれることはあんまないからですね。この間が特別だっただけで、基本はあんまりっていうイメージなんで、来なさそうかな、今後もっていうふうに思いますけどね。で、次ですね、栄光勲章がめっちゃ溜まっているんですけれど、使わないで取っておいた方がいいですかと。僕はずっとですね、保管してると思いますし、実況者だからってのもありますけれど、実況者じゃなくても多分貯金してると思いますね。常設の栄光は普通に金幕全然出ないんで、天井まで行かないと金幕まともに出ないっていう感じになってますから、基本常設の栄光はないものっていうふうに考えた方がいいですね。そう考えると取っておくしか手段はないと思うんで、なんで貯金するのが安定かなと思いますね。で、天井達成してもね、大した金車がもらえるわけでもなく、そもそも電動あるからもう金車いらんしね、あんまり。そう考えていくと、別に取っといていいんじゃないですか。前だったらね、クーペが入っていたんで、クーペ持っていない人、ケーニグセグのジェスコの方欲しい人っていうのは、常設の栄光を回してもよかったと思うんですけど、今もう入ってないからですね。常設の栄光を回す理由っていうのは、前はクーペがあったからあったんですけれど、今はもうクーペがないから、回す理由もないっていう、な感じっすよね。でも最近のさ、栄光勲章のばらまき方、えぐいと思うんですよね。勲章めちゃくちゃ巻いてると思います。トレーニング勲章も巻いといて、プラスその、課金もさせたいからシークレット物資っていうのを、実装したみたいな、シークレットガチ実装したって感じでされてましたけれど、栄光の場合はそもそも、実装しないっていう限定版を、そうやってやってくるんじゃないですか。あんだけ配るっていうことはしないんだろうなっていう限定版栄光。なかなか多いそれと実装はしてくれないんだろうなとは思いますね。今回、七夕のタイミングで、栄光の限定版、毎年実装されているんですが、実装されませんでしたね。それでなんか察しましたね、なんとなく。いつもやったらその、実装していた、毎年その実装していた要素っていうのを、持ってこなかったっていうことは、もう栄光にそんな力入れる気はないよっていう。栄光勲章のガチャ、どれだけ力を入れたところで、課金はしないっていうふうにもう分かっちゃいましたし、あんだけ配っている以上はね、無料でも結構回せますから、そう考えると、やる気ないんだろうなっていうふうに、やっぱ思っちゃいますね。正直な僕のね、昔の印象で言うと、補給勲章が実装された時点で、予想は少ししていたんですよね。補給勲章って60金券の勲章章。別になんか、そのまま栄光で回させればいいんじゃないっていうものを、補給勲章で、させているっていうことは、別で勲章わざわざ実装して、やっぱ栄光の方はね、そうやって、捨てていくっていう。栄光は配布要素にしていって、補給はそんな配布せずに、基本課金させるっていう、そういうね、ちゃんとしたバランスっていうのを補給の方で整えていくっていう。栄光はもう別になんかね、バランス調整ミスって、あんま課金せんくなってしまったんで、ユーザーが。だったらもうそういう配布要素にして、力入れないようにして、コアコードの
そういう安価なガチャの方っていう、まあ、安価だけれどちゃんと課金しないと回せないよっていうガチャは補給勲章に任せて、マスキンの方とかもそっちで作っていくっていう、まあ、そういうスタンスでしたいからこそそうやってですね、まあ、変えたんかなっていう、まあ、補給勲章っていう存在を実装したんかなっていうふうにはちょっと思いますね。補給とかあと電動とかね、そこら辺実装するってことは、まあ、別にあの二つも栄光勲章を消費して回せますでも良かったわけじゃないですか。で団体ほぼ一緒なんで、なのにまあそれをしなかった時点でまあ分かっておくべきことだったかもしれませんね。まあそういうなんか交換系アイテムとか、あとはまあガチャとか、まあほぼ通貨みたいなアイテムって、まあこういうこといろいろあると思いますね。最近まあ僕はね、もう一つなんか怪しいなと思うのは、最近そのワンピースのコラボで、まあ優勝金券と無償金券っていう二つの扱いのものが出たわけじゃないですか。無償金券では購入できないアイテムみたいな、そういうのがあったと思います。まあ今後まあその金券の価値っていうのも、ちょっとなんか変わってくるんかなっていうね、上がるものと下がるものっていうのが出てくるんかなっていうね。どんだけ集金したいんだって思いますけれど、それはでもなんかやってきそうなね、気はするんですよね。はい。で、次ですね。限定金券って次の実装時に残るっけと。まあ、限定金券は引き継がれないですし、まあ、今回のイベントのやつは限定金券ではないです。実は。まあ、銀滅に言うと、限定金券ではなくて、名称はイベント限定金券になってます。若干名称違うんですよ。まあ、アイコンは同じ、見た目も同じ、ね、扱いも同じですけれど、アイテムとしては別の存在なんで、まあ、引き継がれていたとしても、無理っていう、そんな感じになってますね。で、次ですね。この服楽しみにしていたのに、栄光使えないのかよ、と。まあ、今回の新しいね、120金券のガチャ。ね、内容あれであって栄光じゃんって俺思ったもん、俺も。これ内容栄光だよな、みたいな。120金券のガチャじゃないよね、っていう風にですね。もう思ったんだよな、マジで。うん。なんであれ栄光じゃないんでしょうね。別に栄光でいいやん。だって中身入ってるやつさ、ほぼすべてトレーニング物資の中身っすよ。元トレーニング物資の中身を、だって入れてから、まあ、金券ガチャの扱いにしてるっていう。まあ、一台なんかなかったスキンありますけれど、車のやつね。クーベみたいなセダンね。いや、でもあれだって見た目同じやし、まあ、あれあったところで別に欲しいとは思わないしさ、別に栄光でいいじゃんと思うんですけど、まあ、金稼ぎたいんだろうね。金券課金させてから。まあ、あれ回さんよな、課金してからね。普通に課金して回す人は多分いないと思うんですけれどね。なんかね、どうなんだろうなみたいな、まあ、ちょっと見ていて思いますよね。はい。で、次ですね。何にノーマルCBラーが久々に復活してますね、と。そうですね、CBラーね、来てますよね。まあ、CBラーなんか、船多かったら使うんですけどね。嵐さ、ね、船多かったら使うんだけど、船少ないんだよな、嵐ってね。あ、ここに船ないんだっていう場所が結構あったりとかするんで。あとまあ船ね、少ないから、どうしてもなんか、選択肢に入ってこないっていうね、それがあるからね。嵐のさ、マップのその東側の海、あそこら辺いっぱい船並んどったらさ、全然使うんですけどね。もうそれでね、ある程度あさって、傘をあさってから船取って、船でまあその中の方入って、でまあ車取ってそっからみたいな。ことができるんだったら船ってすごい大事な存在になってくると思うんですけれど、あの感じだと船ね、現状は使わないよなっていう。思いますよね。新しいマップとかも別になんかね、孤島とかも船使いませんし、全く使わんしさ、遊園地も船使わんしさ、まあなんかもったいない存在だよなっていう風に思います。船ってさ、まあ結構その台数もそうですけれど、他にも欠陥があって、まずその船の乗り口と降り口がめちゃくちゃその開けているから撃たれ放題になってしまうっていうですね。海辺がそのある程度入り組んでいるけれど、なおかつまあそのちゃんと上がれるような場所っていうのが結構ないと船は使わないっすよね。あとまあそういう船を降りるような場所の近くに、まあ、車がないと船使わないっすよね。まあ、その二つがある以上は、船をね、使おうってのはあんまならんすよね。どうしても安定しなくなっちゃうんで。